はい、どうもエルザです。それではカップヘッドやっていきたいと思います。よしよしよし、こういう時はね、流れがいい時はガンガンやった方が。てかこのゲーム難しいからさ、まあ、うまくいけば1分でクリアするんだけど、面自体をなんかテンポが良すぎて時間忘れるんだよね。飛行船。お、メデューサっぽい。頭タコが乗ってる。え？うい、うい。顔だけか。当たり判定。嫌だな。うい。ちょっとやめてくれ。これうん、あーメデューサに、うー、ちょっと待って、それはきついっすよ。あー、ガチャコンすればどうにかできる感じか。ちょっと近く行きたい。てかさ、ちょっと待った、あの緑の余計をなくない？最後何来る？結構このイルカちゃんきついのよね。痛いです。もうどこ行ってもダメやねん。上ってめちゃくちゃ吐きまくってんじゃん、あいつ。問題は、あ、よし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 。作った感が、あれ石化ビームか。よし来た、やっほー。博士より楽だったな。いい流れだね。これはいい、これはいいよ。気持ち的に心が折れる前に言ってるのはありがたい。いやー、からマリア、おー、魂契約書ゲット。ここは劇場の劇場、行ってみましょう。そう、ナスナスって。いや、いい感じっすね。てか弾幕マジきついな。お、サザエさん出てきた。
一発入ってしまったか。アスベスト。やめなさい、哺乳瓶。待って。それは卑怯だよ。待て待て待て、雷か。とぉ、お、フィナーレかな。コマコマ、ちょっと待った、コマが微妙にきつい。ほんま、あら絶対バラマ当たり判定あるだろうしな。はい。じゃあサザエさんやりましょう。危な。あ、サザエさん逃げた。きついっす。いろいろとそれはきついっす。ここは左固定だね。おお。よーし、来たー。ここまで来れば。マジか。よし、あとちょいだったんだね。ふいふい。いや、サザエさんなかなかやったね。さて、なんだろう、ハチがえぐかったせいか、うんって感じだね。さあ次次、ナスナス。ナイスじゃなくてナスナスなんだね。パッパーン。舞台女優サリー。さあ契約書ゲット。お、あ、すごい、もうここ行ったら次もしかしてラストワールド。そんなわけないよね。お、幽霊車と、怒りのレールロード。あー、まあ、鬼滅はやってない時期だったからね。無限列車かなんかかな。いやーね、楽に感じるんだけど、蜂がね、今回蜂が強かったんでね。おー、びっくりした。あ、はいはいはい、そういうことね。はあ、
あー、しくった感あるね。おーおー、それいいんだ。あ、逃げた。なーにやろ。えい、ふい、こっち、いてい、ほう、めっちゃくれるじゃん。当たらねえあいつ。ちょ、うん、あ、最後本体だね。あら、ダメージ入んないってことはこうだね。大好きパリーだね。はい、街に行こう。やったねー。どうした。ですね、ちなみにパリーをすると、まあパリー僕積極的に狙うんですけど、まあ2段ジャンプができるというのと、あとはパリーをすることによって必殺技ゲージが、ちょっとずつ溜まっていきます。なのでできるだけ取れるパリーを取れば取るほど、あ、ちょ、ごめんね、マイクがね取れるパリーは取った方が必殺ゲージも効率よく溜まって、先手が取りやすくなるというか攻めやすくなりますね。やったね、幽列車魂。あれって魂あるんだね。やったー。こういうところ隠しはないのか。でもそっか、もうなんか、あ、やっぱウェルカムカジノだね。入ってみよう。インクヘル、インクウェルヘル、あ、塔じゃなくなるんだ。